ね、ビリーめっちゃうまい。うまい、うん、上手。完成。完成。爽やかで夏っぽくて、ね、うん、顔周りも涼しくなるからめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。2つ目に教えてもらう夏のヘアアレンジはどんな感じ？はい、夏のヘアアレンジはですね、前に YouTube に妹のなっちゃんと浅草に行ってた時の髪型があると思うんですけど、はい、あれを自分でやってみようっていう企画です。はい、浴衣着る機会あると思うんですけど、家であの同じような飾りがあれば簡単にできちゃうので、カールの髪飾りめちゃめちゃ安いです。100円ぐらい。シーンとかで。あ、そうそうそう、うん、それ全部シーン。そう、全部シーン。そう、シーンに言ってます。髪の長さが短い方は1本ずつで足りるんですけど、エリーちゃん長さある方は1本じゃ多分長さ足りないので、うんうん、2本ずつ、計4本向かってやっていきます。あ、そうで、この髪型やる前に事前にエリーちゃんみたいに全部の髪を巻いておいてください。その方がやりやすいです。ツインテールだったので後ろを分け取るんですけど、まっすぐ分けでもいいんですし、ギザギザの方が可愛いので、こういう細いコームの先端でこうギザギザってしてパッてするとギザギザに多分分かれるので、こういうダックカールで留めといてもいいですし、多分ヘアゴムで結んだ方が確実なので、片方編まない方を一旦ビニールゴムで結んでください。今度はねじり編みの編み込みをしていきます。あの時の多分エリーちゃんの髪型ってここから編んでたんですけど、今日は真上から編んでいこうと思います。このくらい取れる。そう、取ったらこれを、はい、2つにパッカン。1つ、はい、ねじりなんで、はい、でこっからちょっとさっきよりレベルアップしてるので難しくなります。私と同じ手の動き頑張ってね。はい、そしたらこうやって上にどんどんねじっていくんですけど、このねじる向きとは逆に、ねじる前にこの毛束を一旦反対側に回してから重ねる。これをこっちにこうじゃないとダメですか？後ろの方が絶対いい。これも同じ方向に。そうなんだけど、編み込みだから下の毛をどんどん取りながら。それを外にねじる。これを顔側にねじる。どっち？顔。あ、そう。そう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 。で、上に重ねる。かあ。待って、これなんかすごいことになる。あ。よし、じゃあツインテールバージョンでやろうか。ね。普通にツインテールをしてください。で、この辺ピシッてしててもいいですし、まあ、浴衣なんでちょっと引き出してふわっとした方が好きな方はちょっと引き出してみてもいいです。ねじります。はい。で、ここでポイントなんですけど、ねじるときにただ普通にこうやってねじってしまうとですね、こうやって緩んじゃうんですね。うん、これを防ぐために、私わかる。上にどんどん手前の毛を上に重ねていくんですけど、その逆の動きをしたくて、この手前の髪をまず自分側に一回、はい、ねじってください。で、ねじってから上に重ねる。今度できてる。すごい、なんか動きっぽいなってない？何があったの？さっきとケープとかの固めるスタイリング剤をちょっと髪にかけてから軽く引き出します。ねじりを加えたことによってさっきみたいに戻らない毛が戻ったら間違ってますよ。あ、戻ない。合ってた。こういうパールの髪飾りをもう中心、一番真ん中ですね、真ん中に小さなコピンを刺してこの状態にします。このピン先をこのゴムの上
から毛の中に押し込みます。するともうくっつくんです。開かないでそのままこの塊ごと刺しちゃっていい。どれがどこにいるか。あ、それはもう一緒にこうやって入れるか。下に向かって、はい、入りましたね。はい。で、そしたらこっからこのロープ編みにこのパールを巻きつけていくんですけど、開いて持って、これはただもう巻きつけていくだけです。クロスしながら。そうです。で、ここでまたポイントで、なるべく細かく、この時結構両方に引っ張りながら巻きつけていかないと途中で取れてきちゃうので、キュッて引っ張ってから巻くように。もし手前で終わっちゃった場合、前でピンが見えてたら変なので、バッテンになってるところにこのピンを時計で一緒に留める。真ん中に。そう。おお、止まった。止まった。で、今度このピロピロってなっちゃってるのを次のパールで押さえていきます。そう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 、またそこに刺して。同じところに。頑張れ。あ、いったいった。だ、あ、ピンが。はい、おいいよ。で、また巻きつけていくんですけど、で、この出ちゃったところはもうハサミでカットします。浅草の再現完成です。完成。かわいい。難しかった。ピンってこうやって止まってるんだって面白かった。面白かった。はい。でもめっちゃ簡単。そう、このパールさえあれば同じ髪型できちゃいます。パールつけなくても普通に、うん、かわいい。お出かけとかにできるからかわいい。さっきのこれミニクリップ、うん、いろいろちょんちょんってつけるだけでもかわいい。かわいい。短くこれこのままこうやってお団子、あーかわいい。にしてあーかわいい。羊ヘア。どうでした？二人で久しぶりのヘア企画。なんかお互いとってもぎこちない感じが。いや、今日いいだよ。いつもはね、もっとちゃんとね、もっとなんか違うよね。はい、膝の上に乗って一緒に携帯見る。携帯見てお菓子を食べ今度次でもやってみたい部屋企画とか、ちなみにあります？可愛い巻き方とか。あ、巻きが、巻き方、確かに。私も知りたい。それこそ韓国巻きとかね。うん。で、実はこの後浴衣を着ちゃう企画を、はい、浴衣企画、このまま浴衣を着るので、はい、はい、浴衣企画の方もぜひ。この動画が良かったなって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。